真ん中群馬元気情報。この時間は群馬県伊勢崎行政県政事務所の提供でお送りします。真ん中群馬元気情報、本日は今年最後の放送ということで、特別企画として特別な方をお迎えしております。なんと伊勢崎市をホームタウン、そして本拠地として全国で活躍されております5人組ロックバンドラッコタワーでベースを担当されております塩崎啓二さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はじめまして。はい、はい、よろしくお願いいたします。実は私初めてじゃなくて、一度若い頃にお会いしたことがあるんですけど、ちょっとそれを先ほど伺って、はい、全然僕記憶がなくて申し訳ないですけどいやいやいや、でも同じ、ね、いい群馬県内でお会いしたんですよね。そうなんですよね、そうなんです、はい、今回は改めてね、伊勢崎 FM にお越しいただきまして本当にありがとうございます。いやいや、ありがとうございます、こちらこそ。はい、よろしくお願いします、はい。それではね、早速いろいろお話をお伺いしていきたいなと思うんですが、はい、まずラコタワさん、はい、まあ伊勢崎市の電子地域通貨、うん、伊勢家の決済音の制作や、うん、また市の文化会館の中にオープンしたカフェ、そしてスタジオ、うん、そして伊勢崎オートレースの公式ソングなどラッコタワー、すべてが関わっておりまして、実は皆さんのね、本当に近くでいろんなところで活躍されております。ありがとうございます。でそんなラッコタワーさんなんですが、はい、ラッコタワーさんについて改めてメンバーや、はい、今現状どんな活動されてるのかとか、うん、ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、そうですね、私ラッコタワーベースの塩崎と申しまして、はい、私はですね、伊勢崎出身です。でうちのラッコタワーというバンドが5人組の、日本語のロックバンドなんですけども、それこそ5人中3名が伊勢崎出身でございまして、はいはい。でですね、東京に、まあ高校まではね、伊勢崎で育って、うんうん、そこから上京して、ボーカルの松川と出会って、うん、ギターの細川と出会って、うん、今のラッコターンに至るんですけども、うん、まあそれこそあれですね、いろいろ伊勢崎市でやらせてもらってますけども、はいはい、活動としてはもう21年、になりまして、それこそですね、なんかこうラッコタワーとしてこう何もこう群馬にこう返せていることとか恩返し含めて、うん、こんだけ長くやって長く応援してもらっているのに、うん、何もできてないな、何か恩返ししたいな、何か一つ形に残したいなというので、うんうんうん、いろいろとフェスをやらせてもらったり、この後ちょっとその辺話したいと思うんですけども、はいはい、アロックスとかですね、はい、アロックスだったりね、はい、それこそ伊勢崎オートさんのテーマソングやらせてもらったり、うんうんうん、最近で言うとその電子通貨伊勢ですね、はいはい、伊勢家の決算をやらせてもらったり、はい、ということで、はいはい、結構うん、ここに来てようやく地元でこういろんな活動ができているのが本当に嬉しくて、あ、はいはい、なんかね、いろんなことこれからもやっていきたいし、やっぱりね、ここで育ったからこそここで生まれた音楽っていうのはあるので、はい、それをこれからも伝えていきたいなと思います。はい、わかりました。改めてですが、まあ、塩崎さん含めて先ほどね、はい、メンバー3人の方が伊勢崎出身ということで、うん、塩崎さんにとって思い出の場所とか好きな場所とかなんかありますか？そうですね、まあでも、はい、一番最初になんていうんですかね、うん、人前に出るっていうことを、うんうん、まあ、本当初期衝動みたいな、本当記憶のかすかのかすかですよ。もちろん中学ぐらいからバンドやってるんで、初めてライブやった場所は伊勢崎のそれこそダストボールにあったレフューチって今ないんですけど、そのライブハウスだったりするんですけど、それよりもはるか昔の本当に初期衝動として、僕保育園が東保育園って今もうなくなっちゃったんですけど、それこそ上橋地区にあった東保育園ってところに、僕とドラムの重田が同じ3歳の時に入園して、で本当記憶のかすかなんですけど、そこで舞台に上がって踊ったんですよ、はい、まあなんか可愛らしい音楽に乗せて、なんか発表会みたいなやつ。そうですね、はい、でそれがすごく記憶のどっかに覚えてて、で、はいはい、写真がやっぱ残ってるんで余計それで思い出すんですけど、その時茂田さんも一緒にいたんですか？隣なんですよ、それがまさかの、はい、茂田さんは今も3歳から僕ベースなんで後ろ、はい、もう左後ろでドラム未だに叩いてますけど、うん、はいはい、
一緒に踊った踊りがこうトイレットペーパーの芯2つを、ね、こう折り紙でこうつなげてこう双眼鏡のようにして、はい、首から下げて、はい、でサビになると、うん、あのその双眼鏡を覗きながらこう、はい、足をこう屈伸しながら見えた見えた何見えたっていう踊りをやったの未だに覚えてるんですよ。あどんな歌かも分かんないですよ、でも歌詞も出てくるぐらい覚えてて、はいはい、そうで重田もやっぱその話すると、はい、もう40年近く経ちますけど、はいはい、出会って、はい、やっぱそれはもうはっきり覚えてるっていう。あまあ思い出の場所と言われるとだから東保育園の舞台ですね今は泣きですけども、はい、ちょっと私が一番気になるのは何が見えたんだろうなってそうだ何が見えたかっていうのがまず見えてないっていうそうですね、まあ、トイレットペーパーのシーンでって言ってましたもんねそうなんですよ。なるほどね、まあ、それが一番最初の、はい、本当に最初の、ね、自分自身としての、人前でこう、はい、歌うと歌ったりなんか見せるっていう、うんうんうん、はい、そこがデビューですね。なるほどね、分かりました。ちなみにあの、はい、伊勢崎といえばあの B 級グルメとかね、あ伊勢崎もんじゃとか、はいはいはい、あと焼きまんじゅうとかあのそういうのありますけど、でもね焼きまんじゅうだったり、はい、まあ、まあ焼きまんじゅうは前からですけど、うんうん、もんじゃなんて全然当たり前のようにあって、うんうん、で変な話100円で買えたじゃないですか、はいはい、本当に今100円じゃ買えないんですね。当時はもう100円握りしめていって、はいはい、もうそれでね、もう持ち帰りとか結構えげつない袋に入ってくるじゃないですかそうそうそうビニール袋にそうですえげつないやつ、えげつないやつですね。絵面はちょっと、本当これ大丈夫っていう、もう、はいはい、今の時代的にアウトでしょみたいな、はいはいはい、そういう、まあ、そういうのもあったんで、もんじゃ焼き伊勢崎もんじゃみたいなワードが出てきたのも、うん、僕はなんかちゃんとこう大人になってからのような気がするんですよね。確かにそうかもしれないです ねなかったですよね、うん、未だにだからテイクアウトができるっていうのが知らない方がいて、うんうんうん、そうなん、逆に できないか。いやいやできますよ、今もやってるんですけど、すね、そうあの普通じゃちょっとありえないですかね。やっぱりそのビニールって、ね、まあ絵面がね、だってあれ、うんね、せめて半透明にしてくれればいいのも、うん、結構な割合で透明でしたよ。真っ透明ですそうそう、まあ、それをね、はい、やっぱりこう持って、はい、あのお家に帰ったなんてやっぱり思い出もやっぱりある。そうですね、うん、だから確かにでももんじゃ焼きとか当たり前のように食べてたんで、はい、わ、はい、かりました。なんか伊勢崎話にね、花をちょっとさせていただきましたけども、はい、改めてあのラッコタワーさん、はい、まあ、バンドの話に戻っていきたいなと思うんですが、はいはい、今月12月3日、うん、まあ、バンド結成21周年としまして、うんうん、あの高崎技術劇場でライブ公演を行ったということなんですが、はいはいはい、やってみていかがでしたでしょうか。そうですね、うん、今年って結構、まあ、今年というか去年か、去年が結成それこそ、ね、20周年の区切りの年だったんで、うんうん、ベストアルバムも出したし、それこそ20周年のツアーをやると言ってその全国ツアーを組んでいたんですけど、はいはい、まあ、まあいろんなうちのメンバーの事情だったりとか、まあまあ、主に、ボーカルの松川がちょっと、ね、喉の調子が悪くて、うんうんうん、ライブそのツアーができなかったんですよ、うん、代わりになんかアーティストさん、ね、半分以上、そうそうですね、うん、で、はい、ラッコタワーとして活動を止めたくなかったんでボーカルなしでどうにかライブをこなしてたのが、うん、本当に、去年の12月から3月、うん、今年の3月ぐらいまで4ヶ月間ぐらい、うん、でその間松川は休んでたんですけど、うんうん、やっぱ今年1年振り返ると去年の延期した公演の振り替え公演ばっかりで、うんうんうん、本来20周年経て次のステージといいますか新しいスタートを切っていこうぜっていう華々しいイメージが湧いてたものがなかなかこう実現できなかったんですよ、うんうん、で、まあ、その中で去年でいうと、まあ、唯一12月にそれこそ伊勢崎の文化会館の大ホールで、はいはい、ホール公演をやったんですけど、うんうん、そこからホールっていうのはなかなかできなくて、うんうんうん、でここの芸術劇場でやらせてもらった12月3日っていうのが、うんうんうん、それこそ1年ぶりの、うん、ライブハウスではなくホール公演だったので、うん、そういう意味では本当に、まあ、それが5人揃ってちゃんと元気な状態で、うん、ね、いろいろこう活動がなかなかできない中でもやっぱこうやって復活できて、うんうん、ようやくみんなの前に特に地元で群馬で見せれたっていうので、うん、いろんな感情がこう、なんていうんですかね、
やっとできたよっていう風な、うん、思いが、はい、思いですね。で、まあ、そこで、ね、いろんな大きな発表もさせてもらったんで、はいはいはい、非常に思い出があったライブですね。はい、わ、はい、かりました、そしてですね、うん、まあ、ラコタワさん、はい、自分の会社というんですかね、はい、まあ、音楽関連会社アイロックスを、はい、まあ、設立もされてもう10年経ったと、はい、まあ、その中あのバンドの歴史も含めつつ特に印象に残っていることとか今でもなんか忘れないこととかなんかありますか。まあ、1個だけ挙げるとしたら、うん、もう僕バンド関係なくこの僕42になりましたけど42年間で、はい、い、まあ、一番に近いぐらい嬉しいことが今年起きたんですよ。私誕生日じゃなくていやも もうそれもう嬉しかったですけど、はい、この間誕生日でねいろいろねツイッターで上がってましたね。そうですね、はい、あのお祝いいただいたんで、ね、メッセージいただいたのも嬉しかったんですけど、はい、あのねちょっとこの後もまた話したかったところなんですけど、はい、それこそ12月3日に発表した、はい、来年のゼップ新宿公演が決まったんですね、はいはい、で、はい、それって、ゼップ新宿7月なんですけど7月の15日、うん、はいはい、この日って海の日なんですよ、うん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 、でラッコタワーって7月の結成月ではあるんでその、うん、毎年イベント結成記念みたいなイベントを、うん、毎年夏に海の日にやってたんですよ、はいはい、で、これ本当に宇宙中の話なんですけど、はい、ゼップこうゼップなんちゃらとかゼップって会場ある分かると思うんですけど、はい、あの箱って、うんうん、あの今このご時世、うん、マジで取れないんですよ。分かりますよ箱が、はいはい、分かります。会場押さえっていうのができなくて、うんうん、でそれこそ土日祝日なんてやっぱ取れないんですよ、うん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 、でみんな集めたいしみんなに来てほしいから、うん、何どこが一番嬉しいかって海の日に取りたかったんですよ、うん、だってそこで毎年やってきたわけですから、はいはい、でもそんなドンピシャで開くわけないし、はい、でそれが取れる確証も全くないし、うんうん、そ、いろんな人に事情を聞きながら、うん、あ本当に一筋縄じゃいかないなとこの箱を抑えられるのって、うんうんうん、でもしで本当にいろんな関連会社制作会社だったりイベンターだったり、うん、いろんなところを使って会場って抑えるもんなんですけど、はい、僕直接電話して、はい、あれ島崎さんが直接に、はい、直接電話してそれこそ、はい、もう2月ぐらいから今年の、うんうん、2月もうそれこそ月の頭にこう何時からって決まってる時間があってここにかけるみたいなのがあるんですけど、はいはい、ここまで言っていいかなで、はい、まあ、そこからいろいろ情報担当の方の名前聞いて、うんうん、でもうお会いしたことないですよ、はい、その人とやり取りしながら2月だめ、うん、3月だめ4月だめ大体1年後なんですけど、はいはい、でももちろん2月もだめ3月も4月なんかもう絶対無理だと、うんうんうん、なんなら結構競争率高いところなんで、はい、7月なんて一番ねそう動き出す時なんて、はいはい、夏フェス多いし、はい、で最終的にそこを全く変な力を使わずにですよ、なるほど、忖度もなし、はい、電話して取りました。これはマジで人生で3本の指に入りますね。僕の嬉しかったことの中では。もうじゃあもう本当にその場所を抑えるために何度となくこう連絡して話して、ね、あこれだけはねもう本当に、はい、あのね、よく普通に仲間内がこう当たり前のように抑えたりもしてますけど、はい、それは自分らでやってないでしょって思っちゃう。うん、まあ、そうですね。でやっぱそれは当たり前なんですけど、はいはい、マネジメントの会社があったりとか、はいはいはい、制作の会社があったりとか、普通そうですよね。いろんなことを駆け引きの中で抑えてるっていう奇跡が、うん、ね、常に起きてるんですけど、うんうん、ここをねマジで自分の力でこうこじ上げたっていうのはマジで本当に振り返ると一番嬉しいことだったかもしれないです。はあ、あのちょうどこの間私も YouTube で拝見させてもらいまして、はいはい、なんか袴姿で、そうですね、あの、はい、気合入りましたね、はい、ちょっと震えましたもん、あの書くとき、あの 毎回ねその、うんうん、大きなイベントだったりその、はい、決意の気持ちを込めて、うんうん、私一筆させていただくんですけど、はいはい、2024-7.15、うん、ワンマンって書いた横に全部新宿、はい、ラッコタワーっていう感じで書かせていただいて、うんうん、はい、もう1分ぐらいの動画なんでよかったらね皆さん探してみてください。そうですね、あの私ももう拝見させていただきまして、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、分かりました、うん、
そしてね、ここまでいろいろとお話しさせていただいたんですが、はい、そろそろ申し訳ないですが時間になってしまいました。すみません、なかなか。今回は特別企画ということでね、塩崎さんにいろいろお話をお伺いさせていただいたんですが、はい、実はですね、次回、来年2024年1月4日もですね、同じく塩崎さんとお話しさせていただく回ということで、いろいろと聞かさせていただきたいと思っております。まだまだなんかね、はい、いろいろ聞きたいなというふうに思っておりますので、はい、よろしくお付き合いいただければなと思います。ありがとうございます、はい、それではね、塩崎さん、最後に一言と、はい、なんか楽曲流すことができるということですので、何流しますか、ラゴダワの楽曲を。やっぱあれですね、その、うん、一番新しい新曲が、はいはい、この間発表されましたね、伊勢崎オートレースの2023のイメージソングでもある、うん、竜巻という曲をかけたいなと思っております。ですね、はい、ぜひとも伊勢崎の人はね、絶対聴いてほしいですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあそれではラッコタワーで竜巻お聴きください。